さて、梅雨に入ってから大雨の災害が今年も発生していますね。これから梅雨末期にかけては、より一層大雨に警戒が必要な時期となります。この大雨による土砂災害などですが、皆さん記憶に新しいのがこちら。一昨年の7月3日に発生した静岡県での土石流です。こちらは静岡県が公開しているこの土石流が発生した後の映像です。 これも梅雨末期の大雨により、一気に土砂災害が発生し、住宅街もこの土石流に飲め込まれた映像、皆さんも印象に残っている方、多いのではないでしょうか。ちなみに、土砂災害の種類というのは、こちらです。崖崩れや地滑り、土石流などがあります。土砂災害と言いますと、急な斜面で発生するイメージがありますよね。 実は、穏やかな斜面でも発生する可能性もありますし、山や谷底でも発生する可能性があるんです。これらの土砂災害を、ぜひ、全長を、五感を働かせてキャッチしていきましょう。というのも、土砂災害の全長現象には、山から水が溢れる、そして腐った土の匂いがする、山なりがする、こういったものがあるんですが、いずれも目で見て、 鼻で匂いを嗅ぎ、そして耳で聞くことができます。いつもとは違うなというような現象をキャッチしたら、すぐに安全な場所に避難をするようにしましょう。もちろん、普段から防災意識を高めておくことが大切です。皆さんのお住まいや勤務地、どういった危険性があるのかは、ハザードマップで確認することができます。 また、大雨が発生した際には、今自分がいる場所がどういった危険度があるのか、気象庁が発表している危険度分布などを確認して、安全に避難行動をすることも大切です。皆さん、これから梅雨末期にかけては、より一層防災意識を高めて、ぜひ五感も働かせて避難行動をするようにしてみましょう。